レノハ山口の吉山亮平です。宇田健生です。前節、J リーグ初ゴールを決めることができました。今日アシストしてくれた亮平君と一緒にゴールを解説していきたいと思います。どうぞどうぞさあ川野を飛び越してシュート、これはどうだ、決まりました。先制はレノファ山口 FC です。大丈夫、ストップでね、ポイントに、ポイントで、はい、これで、はい、はい、ポイントでストップでいて、ストップこの亮平君が顔を上げた瞬間があるんですけど、この瞬間ちょっと戻していいですか？あ、ここいいよいいよ、ここですね、はい、このそうですね、この瞬間に亮平君なら絶対にいいクロスが来るっていうふうに思ってたんで、自分は相手の視界から一回消えようと思って、もう、はい、消えようとしてるのこれ、してる瞬間です。これ消えようとしてる。はい。はい。じゃあ、ね、はい。はい。はい、これストップ。うわ、ストップ。はい。これでもう本当にドンピシャで来てクロスが、これ視界消えてないからね、でもね。相手しっかりついてるからね。外側から回った感じですね。外側から回ってもう相手の前に絶対入るぞって思って、そのシーンで、はい、そうですね、もう来たんで、もうこれは頭でいくか足でいくか迷ってました。で俺はね、このポイントでね、クロス上げるときに最後に浮田いたから、浮田ヘディング出すだから、まあ、足しかないなと思って、足にもう足元に落ちるようなボールを上げた。ピンポイント、ピンポイント、ピンポイント、これはピンポイント、これね、ストップ、ストップ。これ J リーグ初ゴール、これでいい。取り消しでというわけにはいかないんですけど、まあそうですね。この初ゴールがネット刺さらないってさ、せっかくね、神クロス。ないよね。まあちょっと、入ったかなって感じだね。入ってないのかな。本当この神クロスをできればね、ゴールネットに刺したかったんですけど。入ってないもんね。ここ。ちょうど見てください。ここにいるときに自分結構真横にいるんですよ。うん、でもこれ、ね、結構入ってたんで、あんまり言えないんですよ。入ってなかったよな。こうやってだって誰も喜んでないからな、この辺でみんな。そうですね。まあまあまあ。まあいいか。ここからが注目なんですけど、この後まだわかんないですね。ストップ。ここで自分が喜びを確信した瞬間に。来るんですよ、みんなすごいこれストップなの、はい、ここじゃない、見てお前手開いてこれで手見上げてるけど、これでみんな入ったなって確信してから、うん、ここからすごいスピードで、ね、ここで吉山選手が、はい、どうもこれね、はい、ドンピシャーですね、入ってないね、これね、入ってない、入った、今入ってない、入ってない、入ってない、もう危険筋も開いて諦めてきてはい、これヘディングだったら絶対入ってないからね、確かに、マジで頭減らすだろ、お前。でも入った。でもこのポイントはでもずっと練習で行ってきたところだからね。はい、もう本当に。ね、よかったね、本当に。まあ練習でもいっぱい来るんですけど、自分が遅れてたり、全然入ってこれてなかったりして、初めてかもしれない。ドンピシャがあった。めちゃくちゃ俺に嫌いですもんね。はい。さあ、お強いさんで。まだまだ。はい、というわけで、自分の初ゴールを祝ってくれた亮平君とともにの解説でした。次節ホームで、しっかり勝ち切れるよう頑張りたいと思います。吉山選手、お願いします。いや、まあ栃木もだいぶハードワークしてくるので、僕らもハードワークで負けないように、でまた浮田君が点を取ってくれると思うので、それに期待して、全力で勝てるように頑張るので、応援よろしくお願いします。お願いします。以上、解説でした。バイバイ、バイバイ。